続けて、今度は DBI の話ね。DBI、これでね。DBI について考えてみたときに、DIB っていうのはどこかというと、DIB、ここのことね。ここ。OK。で、これは、IBA って書いてあるでしょ。IBA っていうのが、ここなのね。ってことは、気づけるかどうか。ここが気づけるかが全てだよね。この三角形の内角2つと外角と考えるわけ。ということは、ここは I、ここが入ってけね。ちょっと見えにくいけど、IAB。IAB と IBA が同じ。こことここ。で、B。まあ、あとは読めばいいんだけど、DBI っていうのは、DBC、ここと DIBC で、ここでね。この今丸2つだったのと足してないよね。で、IBA と IBC は同じなのね。同じ角度。なぜかというと、内接円だけね。内接円の中心との結びだ。ということは、IBAB っていうのは DBC と同じ。IAB は、IAB、IAB ね。ここね。ここと、DBC だね、DBC、ここ同じってことね。ということは、DIB っていうのはここね。ここと、DBI、ここね。これは同じになるわ。ということは、こことここ同じなんだから、ID の長さと BD の長さが同じになるよね。OK。ちょっとね、ややこしいんだけど、こういうこと。